国賓としてイギリスを訪問している天皇皇后両陛下が日本時間の26日午前5時前にチャールズ国王夫妻主催の晩餐会に出席されました。チャールズ国王はスピーチ冒頭、イギリスにお帰りなさいと日本語で挨拶をされました。チャールズ国王、私たちの結びつき、パートナーシップには深いルーツがあります。 400年以上にわたり、両国はお互いにインスピレーションを与え、お互いの経験から学び、お互いから借りたり、共有した要素で双方の産業や食や文化を高めてきました。両陛下を含め、皇室の多くの方々がイギリスの大学で学ぶことを選択されたことを光栄に思います。陛下のオックスフォード大学での経験の記録や、 オペラやフライフィッシングで一緒に過ごした時間の私の記憶からして、このような海外で時間を過ごす機会は一生の友情と思い出を作り出すということがわかります。陛下もチャールズ国王に続き、英語でお言葉を述べられます。天皇陛下、私自身、イギリスで学び、多くの人々と関わり合い、中でも王室の皆様には大変温かく接していただくなど、 両国の交流の一端を担ってきたことを嬉しく、またありがたく思っています。そして、計り知れぬ努力をもって、両国の未来の友好のために力を尽くしてこられた人々に、皇后と共に深い敬意と感謝の念を表します。晩餐会では、チャールズ国王から贈られたイギリス最高位の勲章、ガーター勲章を着用された陛下、 学習院大学資料館の長迫美奈子さんによると、この勲章は本来キリスト教徒にしか与えられないものですが、キリスト教徒以外の君主に与えられているのは、東アジアでは日本だけだと言います。日本時間の25日午後8時ごろ、晩餐会に先立ち宿泊先のホテルを訪れたウィリアム皇太子とお会いになった両陛下、 握手を交わし、笑顔で再会を喜ばれました。かつてオックスフォード大学に留学し、イギリスで生活されていた両陛下、イリアム皇太子がお二人にかけたのは、お帰りなさい、という言葉でした。天皇陛下、お会いできて光栄です。イリアム皇太子、私もです。お帰りなさい、二人ともよくご存知の地です。天皇陛下、 昨日テムズバリアを訪れました。18世紀のテムズ川を研究していたのでテムズバリアはとても興味深かったです。ウィリアム皇太子、お二人は同じ時期にオックスフォードで学ばれたんですか天皇陛下、いいえ、時期は違います。雅子様さま、私より5年前です。天皇陛下、彼女はベリーオールコレッジで私がマートンコレッジでした。 ウィリアム皇太子、楽しかったですか天皇陛下、とても楽しかったです。終始和やかな雰囲気で、ウィリアム皇太子の温かい歓迎に笑顔で応えられました。